大雪山のオバチタイラ周辺の斜面で見られる、ソリフラクション、向かって、右が、氷が北極ツンドラに多く見られる、ポリゴン地形スバルバル諸島における、円形度構造度は火星においても観察することができる構造度とは、凍結誘拐作用によって形成される、幾何学的な形をした地表面の模様や微地形である。周表が地形の一種である。極地方やオーストラリア内陸、 高山などで見られるが、土壌が凍結と誘拐を繰り返す場所であれば、どこでも見られ、火星においても観察することができる。構造度の幾何学的な形やパターン模様は、しばしば人工物だと間違えられる。構造度が形成されるメカニズムは科学者たちの間でも長い間謎に包まれていたが、この20年のコンピュータによるシミュレーションの導入により、水分を含む土壌が凍結した。 イの流気との関連性が確認された。日本では主に鉱山で観察でき、北海道大雪山の山頂付近の観斜面で見られるソリフラクションが構造度の一種である。構造度には様々な種類が存在する。通常、その土壌の粒の大きさの比率や凍結と誘拐のサイクルの間隔がそのパターンの形状と関連している。構成する物質によって、 下記のような種類に分類される。周表が地域においては、途中水分が凍結という回を繰り返すことで素流な粒手が地表に抜け上がり、その下に流度の細かい堆積物が潜り込むように移動していく。仮想の、そういった多孔質で流度の細かい堆積物は、地表付近の砂力に比べて、水分を多く含み、凍結した際により、大きく膨張する。そういった、 体積変化の差が横方向の力を生み、素粒な粒手を海上や島上の領域へと押しやる。長い年月をかけて不揃いな形が少しずつ鳴らされていき、対称性の高い多角形や円形といった模様を形成していく。ありがとうございます。